その鮮やかさに思わず吐息が漏れてしまいそうな桃色の絨毯。マザー牧場の花の谷では5000平方メートルの花畑に植えられたおよそ2万株の桃色吐息が満開となっています。ペチュニアの一種である桃色吐息は千葉大学と南房総の園芸家が共同開発したもので、夏の風物詩として毎年斜面をピンク色に染めています。夏の青空の下、来場者らは桃色の絨毯に包み込まれながら写真を撮るなどして思い思いに過ごしていました。桃色吐息の見頃は来月下旬までで、雨に当たると花を閉じてしまうため晴れた日の鑑賞がおすすめだということです。